はい、どうも、シャチくんでーす。まだね、ポケモン一匹縛り、やっていきます。はいはいはい。はい。じゃあ、最初から、いきます。はい。はじめまして、ポケットモンスター、初めてじゃないです。この辺はもう連打しちゃいますね。初期に押されているニドリーノ。はいはい、私の名前は、はい、シャチくん、うん、です。よろしくお願いします。はい、ライバルは、まあもう考えるのむずいからな。統一しよう。もうライバルはずっと残業。うん。今日は珍しく残業なかったです。はい。レッツゴーと。はい。はい。じゃあとりあえず傷薬もらってね。はい。じゃあ今回は、まあ、2回目。なんで。前回はね、ゼニガメの一匹縛り。見てくれた方、ありがとうございます。今回は、人影、ゼニガメ、やったので、最後ね、まあ、不思議だね、御三家は言っとこうかなと思い、不思議だねで、一匹縛り、やります。はい。今の残業かが毎回個人的には面白い。うん。あ、ずるい。じいさん、俺にもくれよー。まあ、残業。はい。残業が見てる。はい。不思議だね。高さ 0.7、重さ7キロ。7キロ?アニメのサトシとか、肩に乗せてなかった。生まれた時から背中に植物の種があって少しずつ大きく育つ。うん。はい。元気がいいぞと。名前は、最近ね、寄生獣見たんですけど、まあ生まれた時から草にね寄生されてるということで、寄生草、うん、寄生草、うん。じゃあ俺はこれ、ちゃんと人影選んでる、安定のズール。まず優しく、せっかくじいさんにポケモンの短所を与えてしてみろ。はい。人影。うん。寄生草。変な名前だな。まあこれは体当たりするしかないね。弱っ。強っ。おう。よっ。あ。もう1しか当たんないんじゃない?あ。相手がナメプしてくれる。いや、でも昔小学校の時やってた頃は、鳴き声とか全く使わんかったけど、今、もう使おう。今やってみると重要性はだいぶわかるよね。急所回避。はい。6レベル。11、12。あ、特殊高そうじゃない?元から?不思議花の種族値知らんけど。
はい。まあ、不思議だねはね、うん。私が小学校の時買ったポケモンのね、攻略本には、初心者におすすめって書いてあるね。まあ、花田まで無双できるからな。技によっては、口歯も余裕だね。種はどこがきつそうですか？草タイプ。草タイプか。四つ目。なんか意外と余裕でいけんじゃん。カツラか。カツラんとこだけちょっときつそうだけど。四天王も大丈夫じゃない？うん。不思議はな、まあ、葉っぱカッターがあるからな。カッター。いた。はい。寄生草。かわいい。目、やば。なんか。はいはいはい。これ毎回何のために戻っていくか、最初に図鑑くれたらいいのに。はい。なんなら常盤の森が一番きついんじゃない？もしかして。図鑑。どうせたまらない図鑑ね。はい。でれれれん、でれれんれん。あ、あれ。はい、じゃあ、旅の始まりです。お母さん行ってきまーす。うわ。これ、あ、逃げられない。いきなり無駄なダメージ受けたな。まあ、前回のゼニガメの時みたいにちょっと秘伝要因を忘れないようにしたいな。秘伝要因か。まあ、とりあえずいいや。はい。ててててててて。はい、どうも。あ、サクサク行こう。サクサク。うん。あ、でね、そう、一応、これは、一匹でやるっていう縛り以外は、設けてないです。うん、ドーピングもするし。もちろんするし。あ、毒になんないのか。じゃあ、進むか。モンスターボールもいかないね。あとは、ドッピングありの、ぐらいか。秘伝要因ありね。ビドル。あれ、不思議だねって、草毒だよね。糸を吐く。先生、ビードルより遅いんだ。素早さ低いって一匹縛りで結構致命的な気がするけど。あ、いいね。毒タイプは毒にもなんないよね。じゃあ常盤の森もなんとか余裕だな。鶴の鞭を何レベルで覚えるんだろう。お、いいですね。あ、宿り木の種か。ああ、いいじゃん。宿り木毒毒で、もう、全部勝てるんじゃない？
あ、外れた。体当たりって命中100じゃないんだ。はい。いやー、結構 HP 減ったね。はい、8レベル。うん。キャタピーなんかじゃダメだって、キャタピーのせいにしないの。回復手段持ってんのはいいな。宿り木の、あ、どっけ知らないね。宿り木の種は、いいんじゃない？あ、不思議だね。って、なんか使ったことあんまないな。やっぱ小学生とかの時って、なんか、同じゲームをね、何回も最初からやったりするじゃないですか。コクーン。で、何回も初めからやったけど、不思議だね。選ばなかったな。10回ぐらいはやってると思うけどね。1、2回じゃない。やっぱね、リザードンとカメックスがかっこよく見えちゃうんだよな。急所で負ける。なん？ 1 か。そんなもんなんだ。じゃあダメじゃん。ぴょん。1。あ、で、そうだ、そうそう。で、この、縛り？一匹でクリアするっていうのと、あと、一応ね、どのポケモンで早くクリアできるか的なね、のはやろうかなって思ってますけどね。一応さ、一番最初にやった、まあ、人影？リザードンね。が、まあ、なんかすごい久しぶりにやったポケモンだったんで、なんかフラッシュ取りに行ったりいろいろしたんで、あとは完全に忘れてたんでね、うろうろしたら6時間6分かかったんですよ。あれ、技覚えないじゃん。6時間6分かかって銭亀が3時間39分。だったんですよ。あ、いいね。なんかいきなり銭亀はなんか、そこそこ早かった気がするんですけど、お、すごい。急所2回。この道、レベル上げしなきゃダメだな。これじゃ勝てない、さすがに。まあ、なんでね、どれが一番早いかっていう。まあ、どれでしょうね。まあ、伝説のポケモンとかもやろうかなとか思ってるんで。ミュウツーとかってレベル70スタートだから、言うこと聞かない以外に弱点がないんですよね。普通にミュウツーでやったら速攻終わるような気がするけど。まあ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 、初代では覚えててもね、金銀以降から技補正で強くなったモンスターも初代ではわからないってね。結
局ポケモンってなんか好きなポケモン使うじゃないですか。僕の場合はね、だいたいニドキング使うんですよね、初代のやつは。なんで、ほんと、使ったことないポケモンが多いな。てかみんなそうなんじゃないですかね。全ポケモン使ったことある人とかいるのかな。捕まえるはやっても育てたりしない気がするけど。はい。あ、もうね、レベル上げめんどくなってきちゃいましたけど、7も受けるんだ。ニースへ、1か。ただとでも急所が怖いね。はい、あー危ねー。逆にきつそう。まあ速いモンスターはなんとなく想像つくけど、時間かかるモンスターとかは何ですかね。コイキングとか、とりあえず15レベルにするまで戦えないからな。あら、マジか。10レベルで鶴の鞭を覚えると思ってました。5も受けるし、いやー、これはきつい。もう一回砂かけやられたら積むんじゃないの。よし、いいよ。あ、ニースいいじゃん。砂かけ、まあでもね、こっちには永遠に吸うんで。いいね。なんという泥仕合だ。ああ、比較やられちゃった。せっかく回復したのに。あ、いいね。もういいんだよ、ずっと砂かけしてくれて。はい。ああ。地道に減っていくな、こっちが。ああ、もういいや。いやー、外れる。まあ、そりゃそうか。急所に当たったら負けちゃうんじゃないのこれ。急所といえばね、ほんと前回の風鈴戦を思い出すわ。よし、いや全然当たんねえし、泣き声してた方がよかったわ。めっちゃ砂かけてくる。はい、なんか泥仕合な弱い。今さら2。よーし、レベル上がる。いいね。あ、覚えない、本当に。そうなんだ。じゃあもうこのままいっちゃおう。傷薬なしで勝てるかな。いきなり負けんじゃないのこれ。
はい。で、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 椅子腕が丸くなる先行してくんなきゃ負ける。はい。丸くなれ。よし。素晴らしい。ああ、4ね。これはいけるんじゃない？さすがに12で覚えるよね。鶴のムチ。覚えなくてもギリこの作戦で勝てる？でも急所を受けたらやばいな。2。これ1位になるのかな？いや、減らなそうだね。もういいや、体当たりで。あ、ナイス。急所待ちの体当たりしときます。いいね。うわ、もう全然上がんない。はい、急所。ああ、明らかに1ダメージ。全然初心者におすすめとか書いてあったけど、たけし戦で12まで上げる人いるの？いるか。そんな地道にレベル上げれる？はい。はい、覚えてくれ、頼む、マジで。うわ、いきなりの急所で外す。あ、我慢、ナイス。はい、我慢しててください。種族値、攻撃種族値、ポッポの弱く。なんかいきなり泥仕合になっちゃったな。2。いいね。急所、急所であれか。あ、やべ、耐えたりしちゃった。どんぐらい受けんだろう。いや、これはもう、あ、嫌な音はまずいね。いや、防御4段階ってやばいんじゃない？これ。勝負急ぐしかないな。体当たり。急所。あ、やばい、我慢。防御4段階だ、下がった、我慢、大丈夫ですか？はい、大丈夫？ああ、2。勝った。いやー、熾烈な戦いだった。てん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 。今覚えんのかい？なんやね。はい。グレーバッチ。ありがとうございます。はい、はい。はい、ありがとう。
はい、どうも。なんかあんまね、草タイプの恩恵を感じづらい戦いでしたけど。ポケモンセンターは、まあ行かなくても行けるか。鬼スズメ欲しいのと、あとは、やけど眠気麻痺。麻痺なる機会あったっけ？ないよね。鼻抜けの紐なんか使えそうだったとこ。はい。